皆さんこんばんは、ナリージャンです。バイオハザード7、トゥルーエンドミア編ですね、行っていきたいと思います。前回ですね、こちらのね、結成を渡すというシーンの方で、ゾイの方をね選択した時の、ストーリーの方をねお見せしてたんですけども、今度はね、トゥルーエンド、ミアを選択していたらどういう風になったかっていうのをね、お見せしたいと思います。ね、変わるところだけね、パパパッと繋いでお見せいたします。こちらですね、ミアを直す。まあ当然ですよね、普通に考えたら。そのために来たんだっていうね。I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently, I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! チラチラと、ゾイのこと。見ながらごめんよっていう感じです。でまあ普通そうしますよねって、何のために命かけてここまで来たって、ミア助けるためやろっていうね話なんでね、まあゾイ助けたらおかしいもんねっていう、ここでね、ミアちゃんと二人で帰ろうとするわけです。怖い怖いよ、顔怖いよ。Ethan? Thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. そりゃそうやねっていう。Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan.I honestly don't remember. Try. Is that the boat? How the fuck did that get here?今こうやって見るとちょっとなんか髪の毛の動きとかやっぱ若干不自然ですね、やっぱり鉢に比べると。The hell was that?ミヤちゃん可愛くなったなっていうのは、顔つきの問題だけじゃなくて、物理的に技術力の問題とかもあったっぽいですね。なんか今改めて見ると結構ね、アラが見えるというか、なんかそのリアルなんですけどね、なんか変になんと言いますか。はい、ということでね、こちらから、先はね、特に変わりはないんで、ミアがねイーサンを探すっていうのは、ミア編選んでようがズ編選んでようが結局一緒なんで、こちらはカットさせていただきまして、ミアがねイーサンを見つけるところからね、またね、次ね続きスタートしたいと思います。はい、今ね、ちょうど、ミアがね、今、イーサンをね、助けようとしているところでございます。ここからですね、ちょっとね、ミア編はね、変わってきます。ここでね、ミアがイーサンを助けるのまでは同じです。ここからですね。これイーサン視点ですね、今埋まってるところですね。ここに助けてくるのはね一緒です、助け方は。ミア、how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here. 後ろにエブリンがいますね。
でね、ちょっとね、この時はね、ミアがね、間に合うんです。Saving your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. Now go kill that little bitch. No. No.後ろからね、エブリンがついてきてるの見えますね。で、こう画面がね、こうバーッとこう画面というかね、窓が暗くなってね、あのミアから追い出されるんです。まあ、戦闘がないっていう感じですね、ミアとの。こちら、エブリンの体組織、エブリンから採取した体組織の入った小瓶ね、こちらだけを、ミアからねもらって、もうここ戻れないって、助けに行けないっていうような感じでなっております。で、ここからですね、まあ、エンディングまではそんな変わらないというか一切変わらないんで、またねちょっとこちらの方もね省略していきたいと思います。はい、ではね、続きの方やってまいります。最後ですね、まあ、この辺はね同じなんですけど、まあさすがにここ飛ばすのあれなんで、もうこれめんどくさくてカジュアルでやってるんで、あのやたたたたたたたカジュアルでやってるからちょっとやりすぎました。OK、 捕まったぞ。でね、ここでねエブリンがね本当の姿を表すわけです。こことね、こことね、ここはね、もう倒してしまってね。さあ、早く出てこい。さあ、早く出てくるんだ。早く出てこい。ヘリがやってくるわけですよ。はい、それではね、ヒーローを出して、はい、続きやっていきましょう。あらよ、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 おい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 、いけ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 、はい、勝利しよう、勝利しよう、行こう、はい、と、はい、行きましょう。ガンガン、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 はい、ガンガン行くよ。はい、ガンガンガン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 。オッケー。はい、痛い。あ、痛い。ちょっと待って。よかったってよ。痛い。2発終わりですね。思いっきりここにあるよってんで、あ、うまくやったらおもろいですね。Use it! Play time's over!終了でございます。
ここから先ですね、ここエンディングの部分がミアちゃんを助けるルートだとこのように変わってまいります。まあね、クリスがね置いてくるところは一緒です。これがねジルになったりとかはしません。びっくりするけどね、そのエンディングやったら。っていう、まさかのっていう。でもあれですね、あれではありそうですね、モッドとかではここのクリスをジルに変えてみたみたいなね。これ見たときびっくりしましたときはね、ってクリスだいぶ変わったねっていうね、ロックのときね、5、6あたりはね、もうゴリスゴリスって言われてたからね、そっからえらい変わったなっていう。ただね、8でもね、ゴリス健在でしたからね、なんで一瞬なんかこう、シュッとなったんか。このようにね、あの、ミナちゃんはね、救出されてて、You made it. I'm glad. 伝わっております。 Did I?こちらがね、トゥルーエンドとなってまいります。まあね、そらね、普通奥さん助けるでしょっていう、何のために来たんやっていう。 They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers.It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens.ね、なんかこうすがすがしい音楽はなんかすがすがしい感じですね。ですよね。ですよねっていう、さっき聞いたとこやのにっていう。割とあれすぐねプレイしたんですよ、もう忘れへんうちにね。アイドアイテムあれなんでね。はい、ということでね、こちらから先、エンディングは同じでございます。飛ばせるのかなこれはね。でございます。スキップします。はい、ね、これもスキップします。はい、はい、でね、カチャに戻しました。これね途中でねなんか置いてあった謎のデータ、ですね、リスタートはねしてません、もちろん。アンティークコインはね、あの途中で、ね、あの取ってなかったみたいなんですよ。なんで、まあ、あれなんですけど、まあいやーっていう感じで、ファイルはねもう呼び飛ばしてます。もう全然なんです。アイアンボックスが開けた回数はね結構あるみたいですね。あのステロイドもね、それ使ってないな、ステロイド最後に。回復ね、必要なかったんでね、やっぱカジュアルなんでね。ノーマジクリアしちゃったら、まあ、そりゃそうですっていう。で、ノットアヒーローがまたできそうだったら、機会を見てやりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイオハザード7、トゥルーエンド、ミア編、以上で、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回、次の動画でお会いしましょう。さようなら。